全部紹介的になって申し訳ないんですけれども、引き続き、講師さんのお話ご紹介したいと思います。今日、ボランティア、の周さんという方からお話しいただきます。テーマは職務と志を一つになり、自分から進んで社会貢献に尽くすということです。周さんは、通知情報部署ビッグデータの勤務25年間勤めていました。的时间点，所以呢也就坐进去，所以凡走过必留下足迹，并且撒播爱的种子。我们再看了一下，我一直是在幕后啊，就是这团队的后面，很少上台来跟大家分享。那今天很感恩读书会这个邀约，我很感恩有这个机会来跟大家分享。这样，高雄线上读书会也有改变，可是他的每年我来的受到的这个能量的冲击啊，是一年比一年大，即使今年。人数不多，可那个冲击给我造成的也是非常非常的大。修さんの後、まだ二人の方がいらっしゃいます。那说真的，要去找他们都是超级幕后的，于是乎要去找他们相关的影音，对我们来讲就是很难出来。所以每一次一捞都是捞到这一则，好，所以还好有一则可以。まず修さんの話から。お聞きください。办这样全省，那我想我们都是参与其中，连澎湖的慧玲师姐都来了哈。那但是最近呢，因为疫情的一个关系，倒是有新的一则了哈，跟我们资讯也是有关系。这是其实是因为疫情的关系，然后呢发现衍生的一些问题。那网络这个部分要怎么办？那叶秉承教授就合作的一个方式。コロナ禍で、さまざま皆さんが困っていることが起きています。このメッセージをご覧ください。コロナが発生してから、子どもたちは学校行けずに勉強ができなくなりました。そして通知のボランティアたちはいろいろ考えた結果は、子供たちにインターネットを使えるような措置をお配りしましょうと工夫しました。行者からお借りして、インターネットがつながるように、希望能够用最快最短的时间帮助到这些弱势的学生。特别谢谢我们子どもたちにお配りすることになっていました。相关的企业，谢谢大家。对于我们新北市的协助学习，慈济基金会と台湾大学の教授、楊先生の協力の上で、このプロジェクトがスムーズに運ばれたんですね。今天真的不是我们的关系，脸书很不给力，所以还好我们是双直播 ，YouTube 一直顺顺畅畅的，所以我们今天就从 YouTube 看回播的话，也从 YouTube 这个部分哈。那非常感恩，就是因为这样的因缘，即便他们在花莲哦，非常深情。我其实花莲一趟路真的是好远，可是他们就是好多事一起办，所以。来到南区这边也进行公务的部分，然后昨天就下来，今天就到位，然后一直要跟团队这样互动。那在这边里面，泰国的警署说，感恩团队今天开放参观云中客的秘密基地塔台，让我们透过云端看见大卡斯的主场。今日の講師さんは3人の方いらっしゃいますね。でも、周さんが
1人目で、お話を長めにしていただけます。也不知道他会讲话，我们真的，他上面根本是消音的男人，所以今天ネットワークや情報管理などの仕事はとても大変な仕事なんで、どういうふうに克服していたか、その話を聞かせていただけると思います。进步的，他们总是会给我们指导，然后我们下一次就会更好。所以，我们热烈掌声，感恩即兴登场，能量昂扬。那今天吕毅师兄他很客气，他25分钟把5分钟让给了两位。那我们的分享的就是由吕毅师兄开始来跟我们分享。今天のテーマは、秀さんがシェアしていただけるテーマは、数字の人間菩薩。その源流をさかのぼる通知ツリーを構築するということです。各位师兄师姐大家早，我是那个在慈济基金会。まず、拍手をお迎えしましょう。秀さんのお話どうぞ。从我毕业到现在，从我当完兵到现在已经25年。那刚刚看了那个进师傅的。皆さんこんにちは。他是有那个动力进慈济。那其实我的个性。私は秀懂随和。です。我进慈济其实是。土地基金会で勤めていたのは25年間になりました。那时候我家师姐在花莲，因为我家师姐住花莲，所以就说，你退伍了之后。先ほど师父のお話は、我就说男儿志在四方，我在台北已经面试好了好几个工作。土地のご縁と全然違っています。就有点生气了。私は。1997年、兵役を終えた後、台北で就職面接を受けて、就職するつもりでしたが、彼にいる家族と一緒に暮らしたいという思いもあって、彼の通知基金会の情報所というお仕事があって、家内に紹介されて入社しました。通知通知基金会での仕事は関連情報システムを構築するだけではなく、基金会に携わっているボランティアの関係者にも関わりながら、だんだんと自分自身もボランティアの仲間に入りたいと思うようになりました。好，这样一想之后，没想到隔几天，他就面试通知就来了，就叫我去那个基金会报道。好，所以我想说啊，好吧，既然因缘如此。最初通知基金会に入った時は、こんな仕事。所以我进去金色的山门。とは想像もつきませんでした。基金会那边很多建筑物到现在都还没有，然后还是很多铁皮屋。自分の趣味と全く真反対な方向で。怎么会有这么多师父？因为那时候很怕师父。本当に驚きの連続でした。看到师父我就非常害怕，所以我看到很多师父，我走进去。当时は、通知基金会は、いろんな建物がまだ完備されていませんでした。那你为什么没有来呢？哦，我想说怎么办？那就跟他讲说，我家里有急事。1日目通知基金会に到着した時からとても不安な気持ちでした。想不到是当那天帮我面试的那个同仁，
他就来我家，那医生师傅说我生病了，所以怖くて怖くて。我听到摩托车声，马上放下手中的碗筷。やめようと思って。口実作って帰ろうとしました。我跟他说我生病了，我要你等下跟他讲一讲，请他回去好了。想不到那个师兄就还不死心哦。私そのまま書いちゃったんです。なのに後日通知基金会の方が私の家に訪ねてきました。で、私アウトしなかったんですけれども、家内が対応してくれて、それでも通知基金会の方が私と直接お話しお会いしたいと、そしてお会いしたことになりました。何か困ることがあれば何でもおっしゃってくださいと優しい言葉をかけてくれました。それから私も心落ち着いてほっとしました。そして通知基金会のスタッフとして正式に、スタッフなの、正式なスタッフになりました。21年私も認証を授かり、ツーチェンという称号をいただきました。通知は、代々から良い伝承があります。それは、縁があるものを善の道に導くことですね。今の世帯から次の世帯へと受け継がれてきました。彼らは一歩一歩積み重ねて通知の歴史を書き記してきました。今ある日通知、ある日通知の方に誘われまして、食事行きましょうかって、カラオケ行きましょうかと誘われました。茶会、然后大家有开始どこですかって聞いて、私の家ですよと。そしてその通知の方と一緒に、投稿していきましたら、その会場にたどり着いたら、皆さんがとても厳粛な雰囲気で臨んでいます。みんな清掃で、とても真面目な姿で臨んでいったんですね。その時に、ある師匠から誘われて、声かけられて、通知ボランティア なっていただけませんかと。さらに通知ボランティアになるための授業を受けて、委員が通称という責任を持った、ポジションになりませんかということも誘われました。そして、その自分に合っている、仕事も待っているので、ビッグデータという、
情報管理の部署に勤められるようになりました。誘われたためにノーとは言わず引き受ける性格なんです。就是每年都很准时的把资料打进去我们的系统，所以我们才有办法做出这个辞职书来。辞职资料我们为了做的一个，做的一个，就你要登入我们那个人事系统的时候，你需要用晶片卡。那以前晶片卡。まずボランティアの個人データを作ることですね。然后把你的委员证插进去，那插进去之后再打入。さらに晶片卡的密码，然后之后才能进我们的系统。然后输入资料，我那时候很多委员弄不好，就常常被锁卡。ボランティアと関連している、我觉得非常的感，感恩他们，他们常常地域関係者の方々も、推薦してくれる方々も、あと夫婦同士のデータも全部すべての、情報をリンクさせますね。それぞれつながっている人脈を構成して各コミュニティの源流とその発展を把握できるようにするんです。そしてデータ処理しているうちにあまりにも疲れて、その通知ボランティアとオンライン作業で一緒にやろうとしたとき、自分も疲れてついつい寝てしまいました。通知のボランティアの皆さん本当に一生懸命、さまざまな作業を取り行っていったんですね。本当に感動しました。それぞれ、皆さんの書類を、データを入力したり、推薦してくれる方々、関わっている方々、系统里面蛮重要的一些关系的，就是很多夫妻他会同修。すべてそのデータ、個人のデータを、就是很多是师姐，她是先做自己。入力し保存するんです。慢慢做，然后影响到家庭，先生也觉得很好，师兄也觉得很好，所以师兄也一起加入。那这个就是夫妻同修。那夫妻同修的话，其实道心会更坚。夫妇関係の意见啊，做事上面都会一致。同心も。另外，大家有看到有一个亲属关系。那其实最近上也常常通知のボランティアになって、さらに広げていく身内の方々にも通知ボランティアになってくれること、そういう連帯関係のデータも全部構築していくことですね。那我们想说社区都在做慈济树，那我们就很高兴，我们就把资料做一些。それぞれの人脈の関係をしっかり形成しなければいけないです。那我们就很高兴，就想说给上人先看一下，上人看到说这。それぞれの通知ツリーの構成についてはより正確により誠実に提示することが必要だと、上人様はこういうような方向性をご開示してくださいました。例えばまず、一つ目の方向性としては種をまきして根っこや幹、得た葉っぱへの一つずつのステップを踏んで木を育てるように示してほしい。二つ目は、募集した会員の人数や、招いたボランティアの人数や、イベント参加の回数や、ケア世帯の訪問などの内容を
追加してほしい。3つ目は、地域の人脈を確立するために、ある地区からある地区への活動を広げていく、ボランティアの源流を遡って探ってほしい、との方向性を承認様からご開示していただきました。さらに私たち通知づるいシステムの開発は推薦者と、そのシステムは専門業者と協力し合い、推薦者と推薦時間の軸によって動く木の形を設計し提示するんですね。例えばボランティアの袁慧美師姐の例を挙げまして、彼女が2003年までに寄り添ったボランティアの数を合わせると末端のエタや葉っぱがどんどん伸び、一本の小さな木へと成長しました。2006年、元さんが育てた通知釣りは、芽が出始めました。それは、事前、医療などの修行で、すくすくと成長しています。かつての1年で発心した人間菩薩は、その初心が芽から枝になり、枝から幹になっていきます。そして身近な人々を善の道へ導き、やがて彼らも通知人になりました。2022年に元祖の通知釣りは枝や葉っぱが茂るようになりました。そして強い根っこと幹を持った大木になり、通知修行を守りながら菩薩の道を一歩一歩で着実に歩んでいます。通知釣りを建てる際、コミュニティで縁があるもの寄り添ったり、当事者と話したりして、最終的にその方の正しいデータを得ることになります。もちろん勝利している段階は、データが保存された内容は、最初の内容と多少の違いがあるかもしれない。その後は確認しながら、ご本人と確認しながら訂正したり修正することの作業に入ります。好，那这个是我们开发的一个系统，跟大家做一个介绍。那在系统的时候，我们有一个登入的一个画面。好，那我们可以所有的慈诚委员志工，我们都有一些基本资料和受证年度在里面，那可以用姓名来做一个查询。好，那我们可以点开来看这个师姐的一个慈济树的一个慈。好，那1989年慈济，慈济人は推薦関係者の脈絡のデータをシステム化にするため、計画的な促進における3つのステップがあります。1つ目は通知人脈のネットワークの構築。そのボランティアデータをベースにして、地域で最初の種をまいた人と、その人の足跡を含めた人間関係の脈絡が、すべて自動的にファイリングされることです。二つ目のステップは、通知の歴史を完全かつ正確的に残すため、コミュニティのボランティアを招いて、一緒に間違いを探りながら修正することです。3つ目のステップは、
通知の個人電個人電気を残すためボランティアが参加したイベントの足跡写真動画など過去の資料を整理して統合することです。それぞれ通知ツリーがどんどんこの世帯から世帯への引き継ぎどんどん茂る枝や葉っぱが茂るようになりましたね。过几年之后长得又更茂密，所以我们在系统里面，其实我们把大家的资料做一个整合。この木の右側は、那这样的话就是我们大陸のボランティアたちのデータを表しています。回到最后。是，不用了哈。是。こんなにも体目になりまして。台湾の国内だけではなく、全世界にわたっていろんなボランティアのデータが全部ファイルすることにします。情報管理の部署で働けることは本当に感謝しております。25年間の積み重ねてきた経験をさらに生かしたいと思って、私たちは勉強会も開いております。そういう勉強会の、進むスピードは遅いかもしれないんですけれども、ゆっくりと着実に進んでおります。聖人様の理念やさらに深く正確に探りながら勉強してまいります。这边我们苏美玲师姐说，感恩助理玉师兄的分享，很风趣，进入慈济的因缘很感人。本当に慈济の世界に入って、自分の心を落ち着かせてくれたことに本当に感謝しております。ありがとうございました。次にお願いします。李玉英他那一段哦，其实是我在马来西亚听到的。今日は、慈济本部から3名の方が来ていただきました。まず1人目の、李さんの話についてはすでにコメントをいただいております。先ほど李さんの話は面白くてまた感動的でしたね。皆さんいかがでしょうか。我们现在后面的画面要直接到芝加哥，那我们的雅美师姐、季杰师兄跟石玉，皆さんはそれぞれ自分と慈济のご縁についても話していただいて、分享。那我同时会感动的な物語がたくさんあります。你分享可以拿，对。应该够清楚吧？好，各位听得见我讲话吗？不用了，你真的要让我们看见你的脸呐、啊？你不愿意吗？我没有像你有三头六臂啊！啊不，我两只手。二人目は陈宁俊さんですが。可以的，那现在我画面上同时哦，那个林俊帮你。その前に海外に繋ぎたいと思います。我们同时要来看这样的一个影片哈。啊哦，糟糕，好，没问题。其实两个礼拜前呢、啊，我就直接开始啊，那个是。明老师说我也要准备演讲稿，不是我是已经皆さん少々お待ちください。只是今天是来陪伴，为什么还要准备演讲稿呢？三分钟。后来我就发觉说，其实因为我们很喜欢来主场的原因，就是
二人目のジンさんは、もともと、今日は一緒に付き添ってくるつもりだったんですが、やっぱり少しは少しでも発表することをするようにと言われましたので、サイトの発表になります。二度目になりますが、いつもこちらに来てメイン先生とか、他校オンライン勉強会の皆さんの多彩、そして、チームのチーム力に感心しています。この前に1回目の時にはちょっとうまくいったかどうかは分からなかったが、ちょっとあまり1回目は自信がなかったんですけども、でもこちらに来ていつもたくさん勉強になることがいっぱいあります。まずは私の、写真を、少し皆さんに見せたいと思います。私、今日皆さんにお話しするテーマですが、舞台裏のボランティアのスーパーエネルギーというテーマです。で、私たち情報所はいつも裏で通知とかボランティアの皆さんを支えている立場です。で、思えば、10年ぐらい前ですね。で、私、ある日ね、情報室の奴隷たちを率いて、サウンドの応接間に行きました。そして、これでプレゼンテーションしたことがありました。で、その時、シュウさんね、先ほどのシュウさんのことをサウンドに紹介したら、そして、サウンドは、少女ではもうそんなに長かったのですか？どうして今まで会ったことがなかったのでしょうとびっくりした様子でした。で、15年間も、辻本部の情報省に勤めたんですけれども、いつも私たちは裏で働いているので、だから皆さんと顔を合わせることも少なかったので、で、私はこの今回のための感想文を書いているときは、台湾東部では1日70回から80回の地震で揺れました。で、台湾の0911の強い地震ですね。ビリー地域とかではね、顔が倒壊したり、橋や道路も壊れたりしています。その時はね、本部の私たちだけではなく、カレン台東の通知人はすぐに行動して、カレンの通知基金会とカレン通知病院の皆さんはすぐにね、静止堂や通知病院に駆けつけました。地震の被災者に寄り添い、支援するために動き出しました。スーチー人はいつもこのようにね、静かで大いなる愛の精神を発揮しています。で、ですが、今日の結論、どういうふうに言ったらいいのか。ですね。私たちは、今日は、裏から、表に出て皆さんにお話しできることを感謝しています。ありがとうございます。本当にご清聴ありがとうございました。次、お願いします。然后无论他吃相如何，然后怎样的一个状况，都全都录哈。你可以看资讯书，他们是默默工作，但是这么样的有能量。那同时间画面上一直出现的就是我们芝加哥这边也在陪伴哈，所以在影像画面都有看到。来，现在换阿德。好，美妍老师，今天状况特别多哈。其实我们每次来也都是在学习。其实三人目になりますか？よろしくお願いします。上的时候。副执行长也打电话过来，就是说，现在灾区其实每天都有人进去，那随时都要跟上报告、视讯这样子，也是经常遇到一些问题。
今天也是交代说赶快去看玉里那边看看现场到底有没有可以再补强 的地方这样子、啊、因为地震的关系、啊、因为我们刚李月有提到我们每周都有读书会美玲师姐 读书也是读到这个主题就是有讲到这个五浊恶世众生构重像最近、不管是粮食的问题还有我们现在面临的这经历的这个疫情然后还有战争、天灾现在经历过的天灾成语的上的事这跟我们的人心都是有关系的我们要怎么好去照顾这再度 online 勉強会で皆さんと一緒に参加できることに感謝いたします。发生的时候平常花莲地震真的很多平常大概就是在家里或者是 在办公室里面会遇到这样子没有太大的这个心理的影响可是私は这一次次数真的有この前情報センターの勉強会で習得したことはこの5代厄介の世の中にいる皆は不浄な存在に満ちているとのことでした今食糧問題、疫病、戦争、自然災害などのことは全ての人の心に関わることが多いです最近カレンの地震は皆さんも実感されたと思いますこれまでの地震ではほとんどの人が家にいました今回余震の時は外食をする人もいた那问大家地震来的时候第一件事情该做什么突然携帯电话のアラームが鳴りいつ揺れ始めるか秒読みをしました大家在做什么开始在发文まもなく揺れが始まりどんどんひどくなったのでもう走ろうという気になりましたでもお店にいたみんながじっとしているのを見ると誰かが率先してやらなければならないような気がしました中には誰が走っていないと聞く人もいた。では、皆さんは地震が発生したら、まず何をしていましたか？携帯を手に取り、録画するのです。私の目の前にいたのは携帯電話で天井を撮影する人たちで。揺れていた照明器具を撮影してすぐに投稿を始めましたただ投稿した人たち全員が無事だったことに感謝しおかげさまで災害現場の状況をいち早く知ることができましたあとニュースで見たことは一つの納骨とが倒れて灰が地面に散らかりましたこの地面に落ちた灰を親族たちのために異国灰を探すや管理するには費用がかかりますもし再び災難に襲われたらまた同じことの繰り返しになりますこんな自然災害が起きた時大量な灰はどこへ持っていくでしょうこれについて私の提案は自分自身と親族など大切な人のために樹木葬や改装を推進することです、はい、以上ありがとうございました你们写什么对我们是非常重要那我们也挥手林俊挥手跟雅美师姑他们来他们已经在画面上有没有 你转个头他们其实在画面上好所以非常的感恩我们一定要掌声感恩资讯处的家人给我们这样指导那同时间呢好我们用最快的速度最后一个单元请你们就位了那也请导播 take 我